オンスロート、オンスロートは日本の競争馬。南関東でデビューした後、中央競馬でも活躍し、南関東公営競馬と中央競馬双方において年度代表馬に輝いた。以下、バレエは全て2000年以前に使用された旧表記、数え年に適述する。かつて多いが、ゴーサラを輸入した際にオパールオーキツトやミツドフアーム。 を購入した八王子牧場上長、徳井喜一の手により、大井競馬場の抽選馬として見出される。3歳となった1959年7月に、田中久米9社からデビューすると、いきなり800メートルのレコードタイとなる49.2秒の時計で楽勝。2戦目では、レコード更新となる49.1秒。さらに4戦目には、 自身の記録を大幅に塗り替える48.4秒でかけてみせるなど、早くもズバ抜けた素質を示した。10月に三生活部に敗れて、デビュー以来の連勝は7つで止まったが、船橋の重傷、平和賞では同馬に接続して重傷制覇。自走の平場戦では三歳馬としては異例の60キロの金量を背負ったが、これも全く苦にせず解消している。そして、 オンスロートは当時の南関東のサラブレット3歳にとって最大の目標であった全日本3歳優秀にエトフを進める。ここでも向こう正面から早めにスパートをかけると2着以下の後続馬に15馬身もの大差をつける次元の違う走りでレコード勝ちを果たした。なお、同競争には後に中央競馬で再戦することとなる高間ヶ原も 出走し三着となっている。明けて四歳となったオンスロートは全日本三歳優秀に引き続き浦和のニューイヤーハンデを大差勝ち。一旦休養に入って春の重賞戦線へと備える。ところが復帰戦の B 級戦でオンスロートは九着と大敗してしまう。もともと爪が脆く強い状況ができなかったこともあり、ここからオンスロートは不調が続くこととなる。 自相は、同世代が相手に戻った重賞、大井坂月だったが、冬の間にメキメキと頭角を表した第三ことぶきに敗れて三着。小馬のオープン戦で、青柳ホープの二着した後臨んだ大一番の春の倉で、やはり、第三ことぶきとの叩き合いに歯が立たず、二馬身遅れの二着に終わった。小馬重賞への初挑戦となった、大井記念でも、いいところがないまま、 英タイムの7着となっている。再び休養を挟み、8月末の大井開催にて、オンスロートは復帰を果たす。ここは準重賞のスプリンターハンデへと出走したが、ここではアングロアラブの怪物、戦時優が立ちふさがった。オンスロートの48キロに対し49キロの金量を背負っていたにもかかわらず、戦時優は、オンスロート相手の叩き合いに、全く譲るところがない。 オンスロートからすれば、アングロアラブを相手に、頭さえ破れるという屈辱的な結果となってしまった。9月末の川崎開催のオープン戦で、オンスロートは、重賞3勝の優勢や戦時優を相手にようやく、久々の勝ち星を挙げた。10月には、オープン戦でさらに一勝し、オンスロートは全日本3歳優秀以来の、本格的な調教を詰めるほどの好調で秋の蔵へと、出走する。 この年の秋の蔵は一着賞金が、中央競馬の有馬記念、天皇賞と同額の三百万円という高額を誇り、出走メンバーもすでに対戦済みの A タイムや、優勢、同世代の第三言武器、三成かつぷ、オパール王のみならず、前年の京都記念、日系新春杯勝馬ふさり優也1958年の神三歳ステークスを制したインターナショナルなどが揃う。 充実の陣容となっている。そんな中で、オンスロートは、スタート直後から先頭に立つと、そのまま会長に飛ばして見事な逃げ切り勝ちを決めのだった。この勝利により、オンスロートはこの年から設けられた第一回、公営日本一に輝く栄誉に良くしている。5歳となった1961年は4月から始動、大井競馬場で開催された。 東京オリンピック共産開催にも出走しているが、ここは大田島の2着と波乱の結果となっている。そして5月に大井開催でオープン特別を解消したのを最後に、オンスロートは天皇賞を目指して東京の中村博史級者へと移籍する。地方競馬時代の通算戦績は27戦17勝であり、またそのほぼすべてのレースで赤巻与松騎手が起動した。 同騎手は、オンスロートの中央入りに際して、中央の調教師から感想を求められた際、第五歩丸より、上と答えたという。中央転入後は二戦目のオープン戦で順調に、勝ち星を挙げると、目標としていた、天皇賞へと出走する。ここでは逃げるハローモアを、じっくりと見ながら、道中三番手で競馬を進めたが、直線で、 南関東時代は圧倒していたはずの高間ヶ原に出し抜かれ二着に敗れてしまった。それでも自走の有馬記念では、高間ヶ原、誉レ星、シーザー、メジローラーと共に五強の一角に数えられたが、早めに抜け出す誉ボ星を捉えられぬまま、外から九州の高間ヶ原にもかわされてしまい、金差の三着に終わっている。だが六歳となった1962年に、 オンスロートは一層の充実ぶりを見せる。まずは、正月の金牌で、中央競馬での重賞初勝利を飾り、最先の良いスタートを決めた。そして、天皇賞を目指して、関西への遠征を観光すると、前哨戦のスワンステークスで3着。しかし本番では、西の筆頭シーザーを破り、ついに念願の盾を獲得した。 関東に戻って、初戦の東京記念こそ7着と人気を裏切ったが、その後のオンスロートは、盤石の強さで連勝を続ける。7月の日本経済賞では、高間が原を経験と退け、秋になってもオープン戦を2連勝。そして昨年のリベンジとなった、有馬記念では、日本代表として、ワシントン DC インターナショナルに出走して、帰国したばかりの高間が原を1と3。 4馬審査で、下、グランプリ制覇を達成した。この活躍により、オンスロートは、継修者少年度代表馬に選出されている。7歳となった1963年、オンスロートは、出走を予定していた、アルゼンチンジョッキークラブカップを脚部不安で取り消している。すでに十分な戦績を残していたこともあって、 現役継続ではなく少水入りを目指すこととなったが、日本経史は協会から提示された金額は、高間が原の半額の300万円と定額であり、私有での種母入り先を模索する。だが、同年春には、休務員のストライキにより、旧社の環境が悪化したこともあって、オンスロートは一旦古す、大江移籍し、同経馬場の馬房で、しわしの休息を過ごした。 最も南関東での出走はなく、同年秋には、旭川で、種子場入り先が見つかったことから正式に、競争登録を抹消している。つなぎ用地の悪さに加え、同期の馬がそうであったように、内国産守護場礼遇時代真った中,中だったため、目立った産句は出せなかった。南関東で活躍し、守護場となった須の断定の祖母の父に名を残程度で、ある。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。